ウラメシさん、着きましたよ。すごいですね。ん？実はあなたを置き去りにするぐらいの気で全力で走ったんです。でもあなたは汗一つかいていない。俺もまさか本当に5日間走りっぱなしとは思わなかったぜ。ようやくお前らに一つ勝てたな。ところで、ね、なんだこの音はよ。あなたの父親ライゼン様の腹の虫です。人間を食うのを絶って以来、飯時になると国中に鳴り響きます。今では時計代わりですよ。国王はあの塔の最上階でお待ちしております。ここで修行するもてめえの自由だ。言っておくぜ、今の俺を倒せねえようじゃ黄泉もムクロも倒せねえ。おう